Fuji Network Sport. The next episode begins in this ring. マイナス8キロ。そうですね。かなり肉体改造を断行してきました。もちろんこれはスピードアップ、そして5度目の王者となるたびに必要だとホーストの頭脳が計算した結果、この8キロマイナスにつながったわけ。5度目の王座へ向けて2004年グランプリ開幕アーネスト・ホースト。相手は極真の名を背負いしグラウベフェイトーザ。グラウベはもともと極真空手の中でもですね、フィリオ以上に K-1 向きのファイターだと言われたんですけど、ここに来て本当に3連続 KO 勝ちということで開花してますよね。今日もセコンドにはそのフィリオの姿がありますが、はい、確かにそのむしろフィリオよりもグローブにこう適応し始めたんではないかと。そんな部分ちょっと高いですね、グラウベはね。蹴りが空手同様に使えるようになってきましたし、パンチのディフェンス、それから自らパンチ出すうまくなってきましたね。そして今谷川さんから3戦連続勝利中という話もありましたが、谷川さん、何といってもソウル大会でね、はい、グラウベがハイキックでトーアを刈り落としましてね、このハイキックが見たかったんだという、はい、あのソウル大会でしたよね、はい、ただ今日の相手はアーネスト・ホーストボディーブロー。フィリオ選手もですね、ホーストは何度も戦って、はい、実際ノックアウトしてるじゃないですか、対策はねもうバッチリだと思うんですよ、もちろんねフィリオから情報も来てるでしょうが、ただ生で戦ってその感覚というのはねおそらくまた変わってくるでしょうからね、あんまりリスペクトしすぎないでグラウベガンガンいってほしいですよね。これだこれだ、これがハイキックです。気をつけないと。オートマラソンでした。ミドルの弾道から入り今はこう牽制気味に入りましたが、やはりホーストこれを非常に警戒していて、次ラッパーに吹く。グラウベも右の人を返していった。行った、コーナー間際に追い詰めていきましたがホースト、しかしグラウベも右のフックを一発間に放しました。そうですね、グラウベはもう一撃で倒そうとしているに対して、ホーストもコンビネーションですね、はい、コンビネーションを細かく散らしながら仕留めていくって感じですよね。このウェイトをシェイプしてきた動きの影響というのは谷川さんどうですかね。どうなんでしょうね、今のところちょっとあれですけども、左のミドル、左のロー、今度はグラウベ。いい、グラウベはその自分がやはりこのキックが蹴りが大きな武器なんで、そのキックが扱える制空権で戦いたいんだ、距離で戦いたいんだ、そんな話をしていましたが、ホースは接近性ですよね、今飛び込んできましたね。特にボディがいいですよね、右のミドルキック、まあ、ホースは長谷川京子さん、はい、去年はね東京ドームに立つことすらできませんでしたからね、体調不良でね。そうですね、悔しさもあるでしょうね。今年こそはという気持ちが本当にあるでしょうね。3月はレミー・ボンヤスキーとリアル王座決定戦も行うはずだったんですが、レミーの体調不良でその試合も流れました。ですからたまりにたまってきた力というのがこの2004年グランプリ開幕戦、このリング上ホーストは爆発させるわけなんですが、左のジャブを見せましたグラウベ、左のハイキックだ。グラウベ今度は直線に伸ばしてきた。この距離はグラウベいいんですよね。今一茂さん、はい、距離かなり遠かったと思うんですけども射程無理でしたね。いやもう僕最初からね今日すごくグラウベがいいなと思って見てるんですけども、そうですか。一つはですね、蹴りの打ち方打ってる時にですね不安なく打ってるんですよ。やっぱり極真の選手というのは顔面に対してのやっぱり恐怖心って多少違和感あるんですけども、それは蹴りを打つときに一番あるんですよ。でフィリオもグラウベも当初そうだったんですが、今のグラウベに関してはその蹴りを打っているときに完璧に顔面のガードもできてますし、何の不安もなくいろんな多彩なね足技を今出してるなという感じがして、僕は今グラウベの方がちょっとペース取ってるかなという気がしますよ。トナウト2ラウンド以降果たしてどんな展開を見せるんでしょうか。1ラウンド目の攻防、相手は4道のホースト、グラウベはこのグローブマッチで何試合もこう苦しみ続けたわけなんですけれども、今年に入って3連勝、
このハイキックがホーストの右のこめかみあたりをかすめていった第1ラウンドでした。K-1 ワールドグランプリ2004開幕戦、アーレストホースト対グランデフェイトーザ、第3ラウンドホーストの拳がまずは捉えた。このラウンド勝負ですよ、まだしかしここまでジャッジング的には微妙なところでしょうからね。このラウンドは大事なラウンドですね。本当に 0.5 ポイントとかそんな感じでしょうね。でしょうね、ジャッジによっては取り方が変わってくるかもしれませんが、ただグラウベもノリカさん強くなりましたね、ホースト相手にこの試合ですから。見るたびに強くなってるんじゃないですか。いや相当強くなりましたよ。いや本当に、ね、ホースト相手にこれだけできたら、インファイトした時に思い切ってね、膝かなんかこの時に膝かなんか出せると、ここですね、ここで膝出せるとね、今も手数がインファイトればホーストの方が若干上、これがゲーム運びのファインですよね。今はローを見せています。左盛りホーストの左盛り近いせグラウベ抱え込まれているグラウベ、極真の看板を背負いしばいだーとフィリオがこれだけ大きな声を飛ばしています。何しろ極真の選手はねグラウベだけですからね。追いかける右のストレート、ホーストが合わせていった、押し返していく、返してますよね、グラウベが前に出ていました。右のストレート、右のフックです。アーネスト・ホーストの足、いいですよね、右のハイキックを見ていましたグラウベ・フェイトーザ、右のストレート、右のストレート、しかしもらった後3発の拳を返していったアーネスト・ホースト、この辺がね強い攻守ですよね、うまいですよね。やはりホーストもね5度目の王者、そして去年東京ドームに立つことすらできなかった、来日すらできなかったそうでね、そうですね、東京ドームの試合は VTR 観戦に終わってしまったそうですが、悔しくて悔しくて仕方がなかった、戦わずして敗れてしまったというのは本当に悔しかった、ね、アーネスト・ホーストの去年です。ホーストの選手の場合この K-1 の12年間ですね、本当に体調が悪い時だけなんですよね、本当に負けてるっていうのはですね、体に刻まれていく年輪に抗い、そして時の流れをも味方にしようとしているアーネスト・ホーストの2004年、グラブ頑張ってほしいですね。ここまでジャッジング的には非常に微妙です。右のキック、アーネスト・ホーストちょっと後ろ向いている、グラブちょっと効いているかどうでしょう、ダメージ的にはどうでしょうか、スタミナ的な問題ですかね。ちょっとやっぱりね、試合コントロールされてるんですよね、右のハイキックを見ていましたか、スタミナはちょっと切れてきてます、ちょっとそんな感じがしますね。となるとホーストはチャンスか、やっぱねホーストを対峙して精神的なスタミナでしょうね、森さん、そのあたりはねこのラウンドに入る前ヨハン・ロスはね、今は我慢だと、この後に爆発させる時が来ると、なるほど、そういう話をしてましたよ。それがこのラスト20秒かもしれません。だからこのまま判定でポイント取るか、グラビのスタミナが多分3ラウンドぐらいで切れるから、延長になっていくかというような感じでしょうね。ただ残りは10秒を切りました。第3ラウンドミドルキック、しかしポイントは確実に稼いでいるアーネスト・ホースト、距離を取った終了のゴングです。判定に入ります。極真グラウベ4度アーネスト・ホースト、両の拳を高く掲げてコーナーに戻ったのはホーストでした。セコンドのフィリオの前で判定を待つグラウベ、さあ両者ともダウンはなかった3ラウンドの間、本当に試合が長引くとやっぱりホーストがねうまさ見せますよね。そしてこのボディーブローも一茂さん美しいですね。完璧なねコンビネーションですよね、まあ、やっぱりちょっと最終的にはホーストにねやっぱりペースだいぶ持ってかれましたけどね、3ラウンド特に時間が進むにつれて1ラウンドから2ラウンド、2ラウンドから3ラウンド、何につれてホーストという印象もありますが、そうですね、さあ判定です。判定の結果をお伝えいたします。ジャッジ三沢雅人30対28、赤アーネストホースト2ポイント差でアーネストホースト、30対29、赤アーネストホースト、2人目もアーネストホースト、3人のタッチがアーネストホーストを整えました。 K-1 ワールドグランプリ過去4度制覇のアーネストホースト、前人未到の5度目の王座へ向け、まずはこのグランプリ開幕戦を取りました。I think I can make a big impact. I think I can change it. K-1 and make a big impact on K-1. 怒涛のサモアンフック、マイティーモー。3年前、世界予選から一気に K-1 王者に上り詰めるという
シンデレラストーリーを実現したハント。同じくサモア出身ならではの強靭な肉体を持つのがマイティーモー。ハントにも劣らぬ驚異的な打たれ強さ、そして爆発的な破壊力を持つモーの必殺技こそサモアンフック。8月に行われた K-1 グランプリ世界最終予選ではこのサモアンフックで K-1 12年の歴史をも揺るがすようなビッグインパクトを与える KO シーンを連発。ハントに勝るとも劣らぬ勢いでワールドグランプリ本戦に勝ち上がってきた。サモアの祖先から受け継いだ強靭なる肉体をいじめ抜き、そのサモアン復帰にさらなる磨きをかけるモア。 K-1 グランプリで何を見せてくれるのか。You know what I mean? In a fashion. Not just this isn't. I want to put him away in a fashion. Everybody loves to see some player get knocked out, and I feel ready to go to go compete with anybody standing in my way. K-1 グランプリの大舞台、怒涛のサマーフックが何かを起こす。対する剛力王、ゲイリー・グッドリッジ。腕相撲世界一の称号を持つゲイリー・グッドリッジの武器は、もちろんその剛力を生かした剛力パンチ。殴って殴って殴り倒すことにその全てをかける。この男の戦いには倒すか倒されるしかない。たとえ相手がどんな必殺の拳を持っていようとも関係ない。その前に剛力パンチで殴り倒すのみ。決勝ラウンドに勝ち上がるのはたった一人。公安に全てをかける男同士の潰し合い、もう一瞬の瞬きは許さない。ゲリー・グッドリッジ VS マイティー・モー。サモアンフックかハンマーフックか、究極の腕っぷし対決です。試合は3分3ラウンド3ノックダウン、最大2ラウンドの延長が用意されています。とにかく技術云々よりもどちらが相手の顔面に先に得意のフックをぶち込むのか。3分後2人とも無傷でゴングを打つことは決してない、そう言い切ってもいいようなそんな試合です。一瞬たりとも目を離すことはできません。そして何といっても今大会注目、マイティーモー、どんな戦いを見せてくれるか。第1ラウンドのゴングが鳴りました。大きな歓声、日本武道館です。さあまずは左を出していったマイティーモー。谷川さん、はい、なんといってもこの注目はマイティーモー、どんな戦いを見せてくれるか。そうですね、まあ、あの開幕戦の中の選手の中でも、今一番注目されているのはこのマイティーモーじゃないですかね、はい。なんかあの本当にあのマークハントじゃないんですけども、初出場初優勝というですね、そのぐらいのインパクトを残すような、あのそこまでの期待を谷川さん持ってらっしゃる、みんな持ってるんじゃないですかね。このフック、このフックでノックアウト。今までは奪ってきましたマイティーモー、サモアフック慎重に戦ってたんですけど、やっぱりパンチの技術が上手いですね。ガード食い上げて、あ、これがマイティーモーです。サモアの地です。前に出ていく、相手を追い詰めていく。まだ試合が始まって1分しか経っていませんが、観客は完全にこのマイティーの戦いぶりに度肝を抜かれています。いやゲイリーもなんとかまずはこのラッシュをこらえていきたい。第1ラウンド立ち上がり、すごいパンチ力ですよね。すごいですね、このねサモアンフックね、ゲイリーもう一つですよ。とにかく肉体の強さには絶対的な自信を持っています。これがその強さを見せれば大変なことになる、まあ、本人自信家でもありますしね、谷川さん、このあたりもマークハントとかぶることになりますよね。ゲイリーは逆に言うと今日は頭を使って、技術で戦ってみせるって言って慎重ですよね、さあノリカさん、はい、まずはこのマイティーもどうですか戦いぶり。いやあの、ね、ベガスの時も言ってましたけれどもね、早く強い、もっともっと強いやつと戦いたいっておっしゃってました、はい、ですからね本当にねあのこうやって戦ってることを楽しんでる感じがしますね。あなるほど、そのあたりはサモアの DNA。 ここで下腹部に今蹴りが入ったでしょうか。
時間を置くことになりましたが、さてそして一茂さん、はい、やはりこのマイティーモーのそのフックの威力というのはね、ここまで、素晴らしいものがありますけれども、そうですね、あのものすごくリラックスしてね、あのパンチを打ってるんで、はい、伸びてくるんじゃないんでしょうかね、パンチがね、左のストレート、そして今度は、まあ、今のもすごいパンチ、はい、うん、ちょっと経路がいいのかな、出ないまま、さあ一気に試合を止めるか、ぶん回していく、剛腕からパンチを出していく、右アッパー左こじ開けていく、効いてますよゲーリーも我慢している、我慢しますね、なんとかこらえている、左力が下がる、ゲーリーグッドに10番上げてるんですけど、そのゲーリーを一方的に倒しましたからね、格闘技の聖地でまたKのリングに一人新たなスターが生まれました。マイティーモー、東京ドームへのファイナリストの切符を掴んでいます。しかし驚くべきはその戦いぶり、いやーね、とにかくパンチ力が半端じゃないでしょうね、はい、ゲーリーは本当やっぱね、力もありますし打たれ強いと思いますけど、これが2回目のダウン、そしてこれが2個目のダウンです、はい、先ほどは最初のダウン、そしてこれが2回目、ただこの後ゲーリーは立ち上がるんです。そうですね、うわ、その精神力さすが、強烈ですね、ただその完全に意識失ってますね、最後はゲーリーの気持ちをも射抜いていった、これがサモアンフックマイティーモーという名前、 K1 の歴史にどうやら刻み込まれそうです。いやすごいパンチ力ですね、本当に。いや長谷川さん、はい、また一人こう楽しみな選手が出てきたなという感じですね。そうですね、本当にものすごい破壊力のパンチと、もう本当に重くてもよくグッドリッチ選手は耐えましたね、よく耐えたグッドリッチ、ただそれを粉砕してみせたマイティーモー、選手退場、あのマークハントが一気に頂点へと駆け上がったのと同じように、マイティーモーも歴史を作るのか、見事な勝利、マイティーモーが1ラウンドノックアウト勝ちを収めています。ジャパンの特攻隊長天田ひろみ、ご存知、暴走族出身の異色ファイターのキャラでおなじみ天田ひろみ、しかし実はアトランタオリンピックアジア予選日本代表にも選ばれたアマチュアボクシング界のエリート、確かなボクシングテクニックこそがこの男の原点、世界で一番強い格闘技はボクシングだと思ってるから、2年前からボクシングジムに籍を置き、その原点に立ち返ってパンチの技術を磨き上げてきた。そして今年悲願のジャパングランプリ制覇、グランプリ開幕戦にまさに殴り込みをかける。 I'm coming to knock you out。南海の黒豹レイ・セフォー、常に真っ向勝負がその身上、 K-1 随一のハードパンチは、さらに一旦切れるともう誰にも手がつけられない希少の荒さ、向かってくる奴はたとえ誰であろうが叩き潰してやる。打ち合う時はもう覚悟を決めて、もらってもしょうがないと思って打ちますけど倒しますよ。I'm coming ready to take your head off. So, good luck, mother. Cause I'm gonna get you. 舐めてるんだろうなとは思いますけどね。You're truly mistaken. You are truly mistaken, mother. Truly mistaken.
僕はねそんなにしゃべりおしゃべり得意な方じゃないんで、まあ拳で見したいと思ってる方なんで。ヤンキー根性むき出しの特攻精神をお前に見せてやる。かかってこい日本の若造。いざ怒涛の対マン勝負へ。K-1 ジャパングランプリ2004優勝アマラヒラリ。もう一人の日本人が世界を狙う K-1 ジャパングランプリ2004王者アマダヒロミ。赤コーナー183センチ105.9キログラム。 K-1 ワールドグランプリ2000準優勝レイセホー。6度目の東京ドームへ。2000年ファイナリスト南海のプロ票レイセホー。ジャッジ伊沢岡本。今年のジャパングランプリを制し一回り大きくなった天田博美が K-1 で最も倒しきる男、倒しきるのが難しい男と言われるレイセホーと相対します。いい感じという言葉を連発していた天田です。何か負ける気がしませんとも話していました。全く新しいコンビネーションを開発したとも聞いています。それに受けて立つレイセフォーです。斧を持ってこないと俺には勝てない。この試合打撃戦必至です。ラーファー。さあ打撃戦必至のコーカード、ブーメラン復帰か、それとも天田の連打か。レイセフォーが左のローキックを放ちました。お互いに、ね、絶好調同士が入ってきたので、そうなんですね、非常にあのスピードのレイセフォーですよね、ただあの天田選手の、ね、あのパンチも回転が速いんで。そうですね、さあどちらのパンチか当たるか。おっと距離を嫌ったのは天田。やはりすごい調子。レイセフォーもパンチ。おーっとノーガード、ノーガード、ものすごい声援です。ものすごい、そして笑顔です。レイセフォーもいつものね。これをすることを考えてほしいですね。なめきったような態度をレイセフォーが見せた。そしてグローブをぐるっと回して、レイセフォーがパンチを繰り出します。2人とも噛み合うと思いますよね。天田選手もね、あのパンチは負けないですよ。ノリカさん、ゾクゾクしますね。いや本当にね、あのこの2人の対決はね、お付き合いというかね、こう世界レベルの、もう殴り合いを期待してきましたんで。そうですね、さあ天田のパンチがレイセフォーに通じるかどうか。ここはレイセフォーが左を2つ、そして左のストレートジャブを見せました。さあ天田がボクシング一辺できます。一辺倒レイセフォーもあえて、それに応えるような左が一発きましたね。レイセフォー、一茂さん、はい、レイセフォーもパンチしか出しませんね。いや僕はねいつも思うんですけども、あの格闘家になる前になんかレイセフォーってこうエンターテイナーですよ ね、 本当ですね。任せ方をね一番知ってる選手じゃないですか、はい、K-1 の中で ね相手のね得意な土俵であえて戦ってやろうという感じですね。そうなんですね、天田のレイセフォーの右良かったですね。右のカウンターが当たりました。レイセフォー、セフォーはどんな相手とでも噛み合うんですよね、左、さあどちらのパンチが当たるか。天田博美、 K-1 ジャパンを初めて制して夢の東京ドームへ。天田の右から左、やっぱり先手をレイセフォー取ってますね、ブーメランフックがあります。レイセフォー何回だと下腹部に当たりました。ここは時間を置きます。天田 OKOK と口が動きました。さあ一旦離れた天田博美、何を思うか。さあレイセフォー攻略法は見つかったかどうか。グローブ合わせる、一瞬にして試合は終わります。天田のパンチが当たるか、セフォーのブーメランフックが当たるか。右天田です。残り30秒、ロックで距離を取るレイセフォー。右のパンチは天田、右です。やっぱ怖いですね。やはりレイセフォーが一番上手か。天田も返す、天田も返す。結果が
く、はい、すいません、武道館が動いている。あっと浜田の動きが少し、少し止まった。やはり噛み合いました。この試合パンチの打ち合いになりました。第1ラウンドです。ファイナルラウンド。さあ、ジャパンを取った浜田、セホーの首を取るか。もう倒しに行ってほしいですね。倒しに行ってほしい山田。浜田選手はね、もう本当負けても本当に失うものないと思いますから。そうなんですね。どんどん行ってほしいですよね。失うものがあるセホーがこれですからね。セホーの、あーこれ挑発に、さあ天田これをどう捉えるか。ペース取られないことですね。そうですね、全然気にせずガンガン自分のスタイルでいってほしいですね。アンチの打ち合い、我が人生に蹴りなし。さあ天田、天田どうするか。アマチュアボクシングでは全日本も取っています天田。ボクシングの技術は K-1 でもトップクラスと言っていいと思います。トップファイターの仲間入りへ、打たせてて、そろそろね、アッパーとか狙い始めましたね、大成功が。さあ、斧でも持ってこないと俺には勝てないよと言っていたセホー。しかし、パンチで倒した山田。日本のボクシングミドル級チャンピオンともスパーリングを行ってきました。今年に入って5戦5勝の天田博美です。ちょっと冷静も疲れてきたと。そうですね、セホーも少し動きが止まってきました。全く負ける気がしないと言っていた天田です。天田チャンス、片腕で右の腕だけでカバーしていますレイセホーです。まあもともとね、レイセホーもサモア系ですから打たれてますよね。膝を返しました天田。サモア系という意味ではね、本当に打たれ強いんですね、はい。K-1 で最も倒しきることが難しい男、谷川さん、本当にバタンと倒れたと思ったことないですね、レイソーがね。まあ、レイソーは本当に倒れる場合はいつも足ですよ、ローキックで崩れていくというのは。そうなんですね、パンチでバッタリと倒れたことはレイソーはありません。天田博美、パンチで倒せるか。動きが止めず、あーっと、ここはハイキックを見つけている。そして観客に手を振っている、なんというパフォーマンス。1対1の戦いの舞台でどんな余裕を出せるんでしょうか。ね、さあブーメラン、右を出しましたレイセホー。しかしちょっと疲れてきましたね。そうですね、逆にレイセホーはパフォーマンス取ることで自分に力入れてますよね。なるほど、一茂さん、セホーの方も倒しきるまではいけませんかね。そうですね、いや天田選手はよく応戦してますよね、はい。左のミドル、天田博美、両者疲れたか。パフォーマンスほど余裕はないですよ。なるほど、ないと思います、ね。そうしますと天田にも十分まだチャンスがあります。さあ天田、夢の東京ドームへ。ああ、いや、カウンター、カウンターはそこに右のハイキック、しかしパンチを3つ。天田、さあ判定です。延長か、それともこの3ラウンドの判定で決するか。ポイントポイントはレイセホー選手よく取ってたんですけど、天田選手も、ね、全然ダメージじゃないと思うんですよね。そうですね、どうでしょう一茂さん、はい、それほどポイント差というところはないでしょうかね。そうですね、まあ、若干セホー選手かなっていう。ただポイントまでいくかどうか分かんないですね、はい。その辺ジャッジはどう見るんでしょうか。こういうところも最後はきちんと合ってますからね、はい。第2世代の最先鋒とも言われますレイセフォーです。そして今年ようやくジャパングランプリを制した天田博美、6度目の東京ドームか、それとも初の東京ドームか。まもなく試合が裁かれます。ジャッジの動画30対28赤、レイセフォー。2ポイントつきました、レイセフォー。ジャッジ横です。30対29。赤、レイセフォー。ああ、2人目もレイセフォー。天田博美、トップファイターの壁はやはり厚かった。レイセフォー、6度目の東京ドーム進出。初優勝を目指します。天田、ジャパンを取って、そして東京ドーム、夢の舞台だと話していた天田。しかしレイセフォーに、まあ、その関門を破ることはできませんでした。
東京ドームで戦うのが俺の夢、決勝戦の舞台に立ってみたい、あと一つ勝てばいけるんだ、そう話していた天田博美。しかしレイセフォーの壁に阻まれました。アキボノマスティンクゲン If you wanna fight against me フライハイレミー・ボンヤスキー、全身バネのごとき瞬発力から繰り出される視察のフライング攻撃、高く高くより高く、2003年 K-1 グランプリの決勝の舞台をあっという間に飛び上がり、一気に K-1 王者へ上り詰めた新世代王者ボンヤスキー。 K-1 を制した恐怖のフライング攻撃に今宵立ち向かうのは第64代横綱アケボノ。多大なる期待を背に K-1 デビューを飾ったアケボノだ。ヒットアンダーウェイでポイントを稼がれ敗れる試合が続き、K-1 4連敗中。この展開が続く限り、アケボノに明るい未来はないように思われるが、やっぱり相変わらず逃げられません。コーチとかトレーナー、それから、まあ、あの格闘技の評論家に聞くと、あの横綱あけぼのの潜在能力っていうのは K-1 の中でも必ず発揮できるっていうんですよね。ならばいつになればその潜在能力は発揮されるというのか。倒しに行った時に横綱が初めて自分の潜在能力が爆発すると思うし、横綱すごい面が見られる試合になると思います。チャンピオンですからね、背中向けて逃げるわけいかないし。アキボノ First low kicks and then high kick, and if he doesn't go down, flying knee to the head. お礼言いますよ。ありがとうございます。喜んで打ち合いますよ。 I think the second round 一発さえ入れば一瞬ありますよ。 K-1 王者は逃げも隠れもしない。予告通りボンヤスキーがアケボノを破壊するのか、それともアケボノの潜在能力が発揮されるのか、今宵のリング何が起こる。レミー・ボンヤスキー vs アケボノ。青コーナー203cm 230.0kg大相撲第64代横綱アケボノ。正念場を迎えた第64代横綱アケボノです。192cm 106.0kg K-1 ワールドグランプリ2003王者レミー・ボンヤスキー。真の王者の力を思い知るがいい、 K-1 ワールドグランプリ2003年チャンピオンレミー・ボンヤスキー。さあ谷川さん、はい、アケボノにとってはまさに正念場を迎えました。この5戦目ですね。そうですね、まあ、なかなか勝ち星が恵まれないというか、はい、アケボノ選手自身ですね、まあ、K-1 スタイルというかアケボノ選手対戦相手に対しての戦いにもう本当に戸惑っているところで、はい、このチャンピオン相手にどう戦うかですね。とにかく今まではどうしてもこう逃げ回られてしまうというか、うん、足を使われてしまう戦いにどうしても対応できなかった。ただボンヤスキーは、はい、打ち合いたいなら打ち合おうじゃないか、そんな風に言ってましたね。そうですね、いや本当にレミがどう来るかですね、これ本当に横綱対 K-1 チャンピオンの対決で、そうです、すごい夢のカードですよ。のグランドチャンピオン対 K-1 のグランドチャンピオン、チャンピオン同士の対戦となります。ボンヤスキーはすでにチケットはすでにある。さあこのアケモノを破ってボンヤスキーは勢いをつけて東京ドームへ向かうか、それとも打ち合いになればアケモノがその進化を発揮するのか。さあレミがすごいクラスだ。前に出ていく電車道、飛び込んでいった。さあボディ、さあ飛び込んでいく、お、そして一気に弾き飛ばしていったアケモノです。アケボノが言ってましたが、ボンヤスキーはあの横の動きはあまり速くないんだと、だから電車道で一気に行けば、そうですね、今みたいな戦法でいいと思いますよ、必ず追い詰められるという話をしてましたね。その通りでしたね、今みたいに行けばいいと思いますよ、はい、ただボンヤスキーの表情はまだ冷静です。冷静ですね、やっぱディフェンスもいいですね、ボンヤスキーですね、でもアケボノ選手
選手はあれでいいと思いますからね。さまたいた、ガードを固めるボンヤスキー、チャンピオンがガードを固めています。やっぱりこのアケボノのパワーというもの自体はボンヤスキーもかなり認めてるんですよ、今のガードを見てますとね。いや追い詰めてますよ、行った方がいいですね。そうですね、さあノリカさん、アケボノがどういう戦いを見せるかね。今日こそは打ち合いが見たいなと、思っています。ちょっと明野選手の消化不良の試合のような試合が、ね、ずっと多かったですからね。そうですね、まだ横綱の進化が出てないので、ぜひ今日は見たいなと思って。そのあたり一茂さん、ボンヤスキーがどういう戦いをしてくるかですね。そうですね、まあ、やっぱり今のところ首から下は効いてないですからね。何も効かないこのミドルキックですが、打ってきたらすぐ行った方がいいですね。レミ選手は本当に倒していってますよ、打ち合おうとしますよ。アケボノは相手が動いたところを一気に出るというその同時打ちというのを考えていましたが、さあハイキック、これも効かない、このハイキックも効きません。手が出さない、手数ですよ、手数ですね。さあ、ガードを抜いたり、さあ、もやすよーと飛んでのハイキックですが、これはガードしています、アケボノ。パンチは効いたと思いますけどね。はい、その前のパンチですね、レミのパンチは効いたと思いますよ、はい。さあ前に出るアケモノ、ボンヤスキーまたもハイキックだが、これもガードしている。前の詰め方ではないですね、アケモノ選手は。あの最初のようなあの前の詰め方が、ね、効果的だと思いますが、これでもここから手数ですよね。そうですね、ここから手を出したい、ただこれだけの230キロの巨体、このプレッシャーを受けるだけでもボンヤスキー相当スタミナを消耗すると思われます。体重差は120キロ。いいパンチだ、左から右です。あ、こんなの効いてないよというアケモノの表情。タイエーコーチが言ってましたが、100キロそこそこの選手のパンチはアケボノには絶対に効かないと言ってましたが、さあ第1ラウンドの時間が少なくなってきた。手数ですよね、はい、このミドルキックも効いていないか。そしてローキック飛び込んでいく、右、もっと連打連打、足じゃないです、もう一つですね。あそこでもう3つ4つパンチを出していきたいアケボノですが、レミはいい感じで攻めてますね。第1ラウンド終了です。アケボノが一番最初に見せた攻撃、一気に電車道でコーナーに追い詰めて、一茂さん、あの辺りの攻め方というのはアケボノが考えてたことだと思うんですが。そうですね、やっぱりコーナーにまず詰めて、相手のやっぱり動ける範囲を制限させるということが一番大事だと思うんですよね。だからまあ回り込まれる前にですね、アケボノ選手も何発か2、3発打てばですね、やっぱり相手下がるだけになるので、もっとアケボノ選手の有利な展開になると思うんですけどね。いや、これだけの連打っていうのは谷川さん初めて見るような気がしますね。後半はただこの連打が止まりました。アケボノ、この攻撃を長く続けていきたい、そうすればあるいはそんなシーンもあるかもしれません。レミー・ボンヤスキーはすでに東京ドームへのチケットは手にしていますが、アケボノに勝って勢いをつけたい。アケボノはまだここまで4戦全敗、 K-1 での勝利がありません。ただこれまでの敗戦はこのチャンピオンボンヤスキーを倒せば全てチャラになる、そんな戦いです。さあじわじわ攻めてくる、倒されてもいいから行った方がいいですね。顔に当たっているが、あ、これも効かない。いや、ボンヤスキーは何か自分のパンチが全部吸収されているように感じているかもしれません。いや、でも手応えもあるんじゃないですか、特に顔面は。はい、あのボディはちょっと効きそうにないですよね。頭のいい選手ですからね。長谷川京子さん、ここまでどう見てますか、アケボノの戦い、そしてボンヤスキーの戦いは。そうですね、ただアケボノ選手は体が大きい分そんなにスタミナが持たないと思うので、あ、早めにね。そうですね、早めに行ってしまった方がいいと思うんですけど。なるほどね。三宅さん、はい、アケボノサイドですけれども、はい、前に出ると同時にパンチを出せと、はい、足が一歩出ると同時にパンチを一発出せと、当たんなくてもいいからとにかくパンチを前に出て出せということですね。なるほどね、はい、確かにちょっと手数が谷川さんまた少なくなってきましたかね。もっとどんどん出してた方がいいですね。練習してきたという同時打ち、はい、三宅さん、はい、どうぞ。ボンヤスキーサイドね、セコンドの指示をとにかく足を狙いなんですがね、ボンヤスキーその指示には従ってませんね。従ってない。あ、確かに初めはローキックで攻めていくと言っていたボンヤスキーですが、このミドルキックもどうでしょうね、効いてこないような気がしますが、これは、ね、ミドルは効かないと思いますね。ミドルを見せておいてハイを狙ってるんでしょうね、おそらく。ただ先ほど先輩が言ったように、ローキックが効いてると思いますよ。なるほどね、
さあまたローキックを見せた。そしてハイ、これも引かない。さあ手ですね、 手を出せなくてですね、120キロの体重差。あげ物が前に出る。回られちゃダメですよ、回られちゃ、右を飛ばしてくるボンヤスキー。さあ、あけぼの、プレッシャーをかけて、まずは冷たい。あ、もっとこれ積極的に攻めなさいという、そうですね、1回目のポーションです。この後はイエローカードが出ます。さあ出た、あけぼのが出る。さあ追い詰めた、こっからのパンチ。さあ、一家の力士を葬ってきたあけぼのパンチだが、体勢を入れ替えられた。今度はチャンピオンボンヤスキーの番だ。左、右、顔面にパンチを集める。ボンヤスキーはこの顔面に完全に照準を絞ったか。そしてローキック、コンビネーションボンヤスキー、この足への攻撃は効いているか。もう一回ミドル。さあちょっとあけぼの厳しい状況になってきたか。スタミナがね、やっぱり切れてきましたかね。さあ今度は膝、しかし届かない。届きますよ、もう一回膝。さあボンヤスキーがここで終了。あけぼのボンヤスキーの一戦は最終ラウンドに入ります。さあこの連打、一茂さん、いい形でこの、はい、って言ったんですがね。そうですね、後半ね、あけぼの選手もだいぶ手数出しましたからね、はい、ここで回られちゃダメですよね、この後のレミーはいいですよ。この辺のレミーの動きというのはさすがという感じがしますね。さすがですね、レミーはやっぱり、ね、追い詰められてもディフェンスがうまいですね。よいしょ、さあレミーボンヤスキーか、アケボノか、これからファイナルラウンド。ややアケボノの表情が苦しくなってまいりました。決めるなら序盤か。もうやられても逆に倒されてもいいからガンガン出てきたと思うんですよね。そうですね、これは谷川さん、アケボノにとってもここは一つのポイントですよね、この試合はね。この試合は、はい、今回の場合はボンヤスキーがある程度足を止めて打ち合ってきてます。打ち合ってきますよ、はい、さあここでチャンピオンですよね。ここでアケボノはこの気持ちに応えなくてはいけません。あー、このローキック、ローキック効いてます。レミー・ボンヤスキーがアケボノを粉砕。見事なハイキックでしたね。いやー、これはアケボノの表情、一茂さん、はい、ものすごかったですね。そうですね、やっぱりすねの一番強い部分でね、まともにあの直角に当たりましたね、攻撃がね。もうでもあれしか倒す方法ないでしょうね。そうですね、レミーはもうずっと狙ってたんだと思いますけど、さすがレミーですね。だけど、トリガーさんどうご覧になりました。いやね、あの明けぼの選手もね、あの頑張ってたんですけれども、あの本当に去年の王者の意地というかね、あのそういうの感じましたね。絶対ハイキックで仕留めるんだとかね、打ち合いに持っていくんだっていう、そういうね、そうファンも湧きましたし、あのすごく素晴らしい戦いだと思います。本当にチャンピオンらしいモンヤスキーは戦い方を見せた。ただ獣は非常に悔しい5連敗。長谷川京子さん、そうですね、やはりでもこれからも頑張ってほしいですね。さあそれではスローをご覧いただきましょう。満面の笑みレミー・ボンヤスキー、ローキックが効いたんですね。このハイキック、テンプルに入りましたね、強烈なハイ。これまでカバーしてたんですがね、あのハイキックは。別な角度から見てみましょう。このローを効かせておいてガードが下がったところ、ここしかないっていう感じですね。あけぼのの巨体が大の字。
美しいノックアウトシーンをお見せしようと言っていたデミーボンヤスキー公約通り。この角度から見えない場所から飛んでくるこの見事なハイキック、デミー・ボンヤスキー見事なノックアウト勝ちを見せました。さあ、あけぼのと今握手をしましたデミー・ボンヤスキー、これで気持ちよく谷川さん東京ドームへ行けますね。はい、そして一方のあけぼのですが、ここでくじけてほしくないんですよね。また本当に一から頑張って、時間かかるかもしれないですけども、もうぜひね、やっぱり、またチャレンジしてほしいですよね。ジェロム・デ・バンナが話していたんですが、かつてアンディがバンナに話した言葉、K-1 に対するスピリッツというものをアンディから教えてもらったというふうに言いますが、決して諦めない心、叩きのめされた相手に必ずリベンジしてきたその不屈の魂、バンナはそれができるかできないか、それが強いものと弱いものの差なんだと、そういうふうな話をしていました。負けることは誰にでもある、そこで諦めるか諦めないか、それが強者と弱者の差なんだ。本当に安定よくなってほしいですね。同じように海を渡ってこの日本にやってきたあけぼのに、果たしてそのスピリッツは、この K-1 のスピリッツは伝わっているか。必ず日は昇る。あけぼのがゆっくりと花道を引き上げていきます。こちら武蔵選手、試合を控え先ほどから体を動かし始めました。さあ、去年は準優勝することにより日本人でもやれるんだということを証明した武蔵選手、ただ本人はジェロム・レバンナ、アーネスト・フォースト不在の大会で勝ってはと言われるのは絶対嫌だということも言っています。ですから今年勝ってこそ真の評価が問われるということになります。オリンピックイヤーのグランプリ、銀メダルから金メダルを目指し第一歩を踏み出そうとしています。20世紀最強の暴君ビートアーツ。95年アーツがグランプリ2連覇を達成したこの武道館に、今年 K-1 は再び戻ってきた。勝率10割を誇るこのリングでアーツもまた帰ってきた。暴君復活のために、今年3月剛力をデイリーグッドリッチから3階段を奪い劇的 KO 勝利、暴君復活の兆しが。さあ、相性の良いこの武道館から最強神話再び。対する褐色のヘラクレス、マイケル・マクドナルド。今年のラスベガス大会、2つの KO を含む圧倒的な強さで開幕戦出場を決めた。この男の繰り出すパンチにラスベガスは酔いしれた。かつて格闘技界をさまようターミネーター、ミルコ・クロコフと1ラウンド KO で仕留めたように、今夜ド派手なファイトで狙うがビッグレー。さあ、反応しろ。かつて K-1 のリングで幾多の栄光をつかみ、そして多くの挫折を味わってきたアーツ、今宵日本武道館で暴君は蘇るのか。ピーター・アーツ vs マイクル・マクドナルド。青コーナー180cm 95.9kg、 K-1 ワールドグランプリ2004世界予選優勝、マイケル・マクドナルド。今年のラスベガス大会優勝者、初の東京ドームへ、マイケル・マクドナルド。赤コーナー192cm 107.3kg、 K-1 グランプリ94、95、98、王者ピーター・アーツ。21世紀の暴君へ、3度の優勝を誇るピーター・アーツ。それでは放送席をご紹介いたします。この大会の解説は谷川貞治さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして司会の長嶋一茂さんと藤原紀香さん、スペシャルゲストの長谷川京子さんにもお越しいただきました。
お三方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。9年半ぶりに戻ってきた日本武道館です。95年の3月3日以来、この年アーツはグランプリを連覇、そしてそのアーツがデビュー戦の相手だったマクドナルド。この大会のテーマは原点回帰、5年7ヶ月ぶりの再戦です。第1ラウンドが始まりました。勝った方が東京ドームに進出します。ピーター・アーツ選手、本当に復活してほしいですね。そうですね、まさにこのアーツに原点に回帰してほしいという、ね、そうですね、その気持ちが強いですね、はい。まあ、対戦相手のマイケル・マクドナルド選手なんですけども、はい、一度戦ってるんですが、本当にデビュー戦でしたし、そうですね、あれからも格段の進歩をしてますからね、はい、19年の2月の3日でしたね。そうですね、マイケル・マクドナルド選手に関してはですね、K-1 の一つの理想的なファイターなんですよね。スピードがあって、肉体美でですね、パンチがうまいというですね、こういうファイターにみんな目指してほしいなというような一つの選手なんですよね。早いですね、動きが。39歳です、マクドナルド。全く年齢は感じていません。速いですね、スピードが。そうですね、アーツよりも6歳年上のマイケル・マクドナルド。さあ、ピーター・アーツが前に出ます。プレッシャーをかけますが、動きのいいのはマクドナルドのようです。ピーターとしてはですね、マイケルの足を止めることですね、まず。なるほど、下から崩していくのが、まあ、定石なんですけども、のりかさん、はい、ハイキック見たいですね、アーツのね。本当に K-1 ね、初めの初期からやっぱり見てますとですね、やっぱりアーツ選手のもうチャンピオン時代ですか、ね、忘れられないのでね、本当にまばゆいばかりの強さでしたもんね、はい。唯一12年間連続出場という、はい、そうなんです、ピーター・アーツ選手しかいないんですよね、そうなんですね。で、東京ドーム大会出場したらもう本当にこれ快挙ですよ、一つの、はい、ホーストは出てない年ありますからね、はい、ピーター・アーツは12年連続の出場です。京子さん、はい、本当12年ってすごいですよね。そうですよね、12年間ずっとその同じその保ってられるということは、うん、やっぱり選手としてものすごいことだと思います。そうですね、はい、で言うと一回り左のミドルを放ったピーター・アーツです。2分が経過しました。ジャブがいいですね、ピーター選手、パンチがいいですね。はい、キックを出したい湧きます武道館です。やはりこの武道館のお客さんもアーツに何かしてほしいというね、その期待感がよくわかります。やっぱり強いピーター・アーツに復活してほしいという気持ちもあるし、一茂さん、そのあたり伝わってきますよね、ファンからね。そうですね、でも今日はピーター落ち着いてますよね。そうですか、うん。さあ、マイケル・マクドナルド、デビュー戦の相手がこのピーター・アーツでした。その時は全く何もさせてもらえませんでした。あれから5年半強くなりましたマイケル・マクドナルド、その強くなったところをアーツに見てほしい、アーツにぶつけたいと語っていました。そんな気持ちでしょうね、膝を見せましたピーター・アーツです。何が起こるか分かりません。 K-1 の世界、原点回帰、9年半ぶりに日本武道館に帰ってきました。右のハイを見せました。ハイキックでしょ、俺もハイがあると語っていたマクドナルド。すごい、最後は第1ラウンド2人とも動きいいですね、原点回帰。さあ、8回思いがどちらが炸裂するんでしょうか。ファイナルラウンドに入りました。佐野さん、はい、傷の方は浅いようで、止血措置もしますので大丈夫だと思いますが、はい、とにかくアーツサイドは、ね、みんなもうセコの陣怒ってましてね、もう行かなきゃダメだと、かなり、言葉が荒くなってますね。そうですか、気合入れてるんでしょうね。気合入れてるんでしょうね、まあ、それは一茂さん、裏を返せば今日はいけるというね。もちろんです、セコンドのね、ダウン取ってますし、3ラウンドでやっぱり決めた方がいいと思いますね、アーツにとってはね。去年は、気をつけなきゃいけないのは本当にマイケル・マクドナルドの右ですよ、これは入りますね、はい、思い切った攻撃しますね。いや、これも、当たればどうかという、佐野さん、はい、そのあたりね、マイケルサイドもね、まあ、セコンドもそうなんですが、本人も、まあ、一発にかけると、そういった感じのコメントをしてましたね。なるほどね、ダウンを奪われている分一発にかけるというマクドナルドサイド、一発蹴りを入れれば一発パンチを返すという、倒す力はありますよ、はい、もちろん倒したらね、もう並んじゃいますから、また大会は圧倒的な勝利、3つの勝利でチャンピオンになりましたマクドナルド。右のローキックです。
そしてピーターアーツは去年は3位でした。武蔵に敗れました準決勝、あれは負けていないと、ね、聞くごとに聞くたびに強い口調で話すんですが、おっと、あ、右です。このカウント気をつけて、その分チャンピオンへの思いは強いピーターアーツ、4度目のチャンピオンへ前蹴りで距離を取ります。右のローを放つマクドナルド、右のミドル、はい、というあたり。さあピーターズセコンドの指示通り前に出ることができるか。蹴りですよね、蹴りがもうちょっと出るといいですね、ハイキックが蘇ってほしい。もうちょっとプレッシャーかけた方がいいですね、ピーターは。これでも、マイケルは行った方がいいですよね。マイケルは行った方がいいですよね、もう振り回してれば、ね、チャンスいくらでも出てくると思うんで、マイケルは行かないとちょっと勝機ないんじゃないですかね、やっぱり振り回すのが持ち味ですからね、連打ですよね、連打。この後ですね、マイケルは。ただやっぱりピーターも落ち着いててね、やっぱ相手の人たち目をですね、的確にさばいてるんですよね。だから次が繋がらないですよね。なるほどね、ガードがいいですよ、アーツの上手さですね、経験が違いますよね。そうですね、経験が違う。さあここはどうするか、マクドナルド。一発目がうまく当たらないんですね、マクドナルド、そうですね、ただ二発目打てないと、今のもね、ガードしてますからね。一発目から二発目連打が出ません、マクドナルド。それを阻止しているのがピーターズです、さあ残り時間がない、経験ですね。これでもマイケル、谷川さんおっしゃったようにもう振り回していくしかないですよ、ガンガン行ってますね。もうしょなん、どれか当たればいい。そう、しかし行くことはできません。アーツは右の腕を上げた、そしてマクドナルドも上げました。3ラウンド終了、判定になります。21世紀ウォークになりたいピーターアーツ、なんか紙一重の経験をピーター、そこでワンチャンスものにしてダウン取りましたね。なるほど、これは右のハイキックピーターアーツですが、第3ラウンドはマクドナルドに攻撃をさせなかった3分間でありました。第2ラウンドでダウンを奪っているピーターアーツ、さあこれから判定です。判定の結果をお伝えします。ジャッジに参加、30対29、赤ピーターアーツ。まずは30対29、ピーターアーツ。赤ピーターアーツです。第2ラウンドのダウンがつきました。20世紀最強の王者が、さあ21世紀4度目のチャンピオンになるか。ベスト8東京ドーム進出です。素晴らしいですね、12年連続東京ドーム進出ですよ、素晴らしいです。これはすごい、すごい男です、ピーターアーツ。見事にマクドナルドを第2ラウンドダウンを奪いました。これで12年連続東京ドーム進出です。実に体重差40キロとなったアレクセイ・イグナショフとガオグライ・ゲンノラシンの一戦、しかし予想に反し体格で大きく劣るガオグライが攻勢に出ます。ガオグライはこれでいいと思いますね、ここから距離取って、おっと、前に顔面に届いてきました。彼のベストよりも若干多いかという感じ。右ストレート、飛び込んできた右ストレート。ガオグライ・ゲンノラシン対一方赤いトランクスがアレクセイ・イグナショフ、体格で大きく上回っている。左にここもパンチを返していく、手数を出させないこのガオグライの気迫、右、いやーすごい究極のムエタイ対決。なんとこのまま40キロ軽いガオグライが勝ってしまうのか、それともアレクセイが逆転になるか。深井と膝、右ストレート、画面の膝とか入れるんですけども、それも見られないです。いや、さあ飛んできた、まだまだスタミナ、この力が残っています。ガオグライ選手も効いてないですよ。これは避けた避けたという表情です。ダウンではありません。すごい紙一重で、それでも一発で会場の空気を変えてみせましたアレクセイ・イグナショフ。さあ注目の判定です。波乱が起こった、大波乱、素晴らしい、テクニックで、そしてハートで跳ね返した、すごい試合です。試合直前、激しく体を動かしウォーミングアップを行いながら、その時を待つ武蔵選手です。去年以上に世界を取るための激しい練習を積んできたという確固たる自信を胸に秘めています。その自信を胸に、前人未到、日本人初の K-1 王者へ挑戦が始まります。
僕の中ではどんだけ面白い試合をしても結局結果しか残ってないわけで、それよりはやっぱ勝ちにこだわる試合を今回はしたいですよね、はい、日本の悲願を胸にいざ日本人初 K-1 制覇へ武蔵。蝶のように舞い蜂のように刺す小さな武蔵が巨大な外国人ファイターに勝つための武蔵流の戦い方。昨年のグランプリでも武蔵流を貫き見事決勝進出、世界トップと言われるそのスピードとテクニックを見せつけた。しかし武蔵流は尋常ではない体力を必要とする。連続 KO で勝ち上がったボイヤスキーとの残された体力の差は歴然だった。世界制覇のためには武蔵流を捨て KO での短期決着、体力温存こそが必要なのか。やはりまあ僕なりの戦い方というか、スタミナでレミに負けたんだったら、27分でスタミナが切れないだけのさらなるスタミナをつければ、さらなるスタミナをつければ断固として武蔵は武蔵流を貫く。逆に足りないのなら武蔵流で戦い抜くためのスタミナを手に入れればいい。その特訓として徹底的に連打を打ち取る。さらに科学的トレーニングも取り入れた。筋肉に圧力をかけ血流を制限した状態でトレーニング。これにより筋肉のスタミナが格段にアップしたという。今まで世界トップと評されたスピード&テクニックに加え、フルラウンド戦い抜くための十分なスタミナを身につけた武蔵。まさに完成しつつある武蔵流で今宵迎え撃つはフランスの喧嘩野郎シリル・アビディ。喧嘩ファイト、すなわち勢いとパワーを前面に押し出した戦いで、これまで相対した日本人選手は全てをリングに葬ってきた。パワーとか勢いにこう前面に押し出して戦ってくるような、そういう選手に一番負けたくないという気持ちで戦ってきている部分があるんで、まあ、武蔵流を見せつけて勝ちたいですね、はい、勢いとパワーだけの喧嘩殺法に命を懸けて身につけた武蔵流が負けるはずがない。日本の悲願 K-1 初制覇へ向け武蔵いざ出陣。アコーナー190cm 104.2kg K-1 ワールドグランプリ2003第3位シリル・アビディ。フランスの喧嘩野郎シリル・アビディ。赤コーナー185cm 99.4kg K-1 ワールドグランプリ2003準優勝ムサシ。昨年度ファイナリスト日本人初の K-1 制覇へムサシです。2004年のグランプリ開幕戦、ここまでジャパンを制覇して東京ドームに進むという道がほとんどだった武蔵。現行のシステムになってからこの開幕戦に姿を現すというのは、谷川さん、武蔵にとっては初めてのことになるんですよね。そうですね、去年ファイナリストとなれば、今年はもちろん山の頂点を期待してしまうわけなんですが、まあ、開幕戦の中で唯一ベスト8同士の対決ですから、はい、ただ相手がアビディですからね。アビディですから、本当にこれはもうどっちが勝つか分かんないですよ。そう簡単に取れる相手ではありません。去年のファイナリスト武蔵、2004年の初戦の相手はシリル・アビディ。今年は優勝しか見ていないと話していた日本武蔵、日本人初の K-1 制覇はなるのか。2004年武蔵のこれが第1本。第1ラウンド開始の文句、大歓声に包まれてかき鳴らされました。サウスポーの武蔵、シリル・アビディとは初対戦になります。アビディのストレートをかいくぐっていった。アビディも調子良さそうですよね、左のミドルキック、早くも武蔵の武器が炸裂しました。あのミドルがね、一茂さん、武蔵の大きな武器ですよね。そうですね、まあ、ミドルなのかハイなのかわからないというね、武蔵君特有の左回し蹴りですけどね、まあ、とにかくあの外国人勢のパワーに対抗するために、おっ、しかしアビディが前に出てきた。アビディがこの
戦い方を挑んでくると危ない、飲み込まれてしまう可能性があります。そうそうそう、どっちがペースつかむかですよね、アビディの喧嘩殺法でかく乱したら武蔵選手はねもう揺さぶられちゃうと思うんですけど、アビディの戦い方に付き合う気は全くないという話していました。アビディコールと武蔵コール両方ありますよ。いやーノリカさん大歓声ですね。いやもう武道館盛り上がってますよ、ね、この一戦に対するねこの館内の期待というのがもう手に取るように渡りますが、場内はアビディコールと武蔵コールが真っ二つといった感じでしょうか。初対決ですからね、これどうなるか分かんないですね。ですね、アビディが調子よさそうですね。またこれアビディを倒した日本人っていないんですよね。いないです、いないです、昨年のファイナリストの武蔵、ただ今の武蔵ならば長谷川京子さん、はい、可能性もありますよね。そうですね、守ってもらいたいですよね。このアビディ選手 の昔のなんかこう、はい、勢いとスピードでこういっている感じが、今日もまた見られそうでちょっとそれも嬉しいんですけれども、調子良さそうですもんね、アビディ自体もね、はい、カウンターの天下をってあの膝蹴りですね、あれが効きましたね一発、はい、武蔵選手そしてその前もストレートを何発か捉えました。2発ほどでしょうか。右のスイングフック、これ見えますよ。あ、この膝です。この膝です。この膝いいですよ。ボディ効いてますよ。アビリがちょっと後ろに下がっています。ちょっと止まった。右のハイキック、ちょっとバランスを崩しながら。アビリでハイキックいいんですよね。残りは1分になりました、第1ラウンド。今年こそ K-1 グランプリ初の日本人制覇なるか武蔵。昨年度のファイナリスト。2004年グランプリの開幕戦の相手は強豪シリル・アビリ。あのアビディも今年はあの堀選手と戦って3月に、それから以来の試合ですから、もう体調とかなんかもうバッチリなんですよね。ずいぶん研究してきたいですね、今回はね。武蔵ボディを聞いてますよ。前蹴りです。あ、ボディ効いてますよ。左ボディで武蔵と左ボディ、そして膝、確実にポイントは稼いでいます。ダメージも残しているか武蔵。第1ラウンドちょっとアビディがかかり、ボディ効いてますね。ボディ効いてますね。左のミドルキックがボディに入りました。クリンチになります。フランキーライルというですね、ボクシングの世界チャンピオンが、はい、世界チャンピオンを取った時の同じメニューをずっとやってましたからね。そうなんですか。なんかあの僕もちょっと練習見たんですけど、高校生の時に思い出すように腹筋500回とかですね、腕立てとかですね、そういうのも含めてもう徹底的に体を痛めつけてますから。元 WB スーパーミドル級チャンピオンのフランク・ライルズを去年から招聘している武蔵です、はい、さあ強豪アビリーを迎えての第1ラウンドが終了しました。ファイナルラウンド。ここまで攻勢を示しつつある武蔵、ただなんといっても相手はアビリーです。油断は許されません。右のストレート振り回していく。アビリーは確実にあのポイントを取られているというもう自覚していると思いますから、来ますよこのラウンドは。アビリーもね、去年あの自分を倒していったレミーが頂点まで駆け上がっていったので、非常に悔しさを残してしまった去年のベスト4でしたからね。そうですね、今年は取りたいと話していたアビリーですが、コンビネーションに出ていく。打ち合いになる。打ち合いになると危ないと思います。ちょっとよく見た方がいいですね。ああいうシーンはノリカさん、ちょっとドキッとするんですよね、武蔵からするとね。そうですね、やっぱりアビリー選手一発持ってますからね、油断大敵ですし、まだ分かりませんよ。2000年にはピーターアーツを2度にわたって1ラウンド KO で仕留めたシリル・アビリー。決して最後まで油断はできません。一つ気合を込めた武蔵、一旦ガードをほどいた。前に出るアビリー、左のミドル、腰をかぶせていったのはシリル・アビリー。ガードを高くしています、シリル・アビリーです。この膝が1ラウンドから有効、2人の前蹴り。残りは2分、ラストの第3ラウンド。ちょっとアビリーがコーナーから脱出できない。武蔵の2人が空を切ったところでクリンチになります。ここまで攻勢の武蔵、おそらくジャッジにも一茂さん、武蔵の試合と見られてるでしょうね、好印象でしょうね。そうですね、ただそれほど決定的な差がないとも思われますが、これは牽制気味に放っていった。シリル・アビリー、決まった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 。今日の武蔵は一発では終わらない。うわ、聞きましたね、今の。今年こそ頂点を目指して、不可能と言われた日本人の K-1 制覇目指して動き出した2004年。あ、危ない、今の右ストレート良かったですよ。夢へ向かっての第一歩。危ない危ない危ない、崩している。危ない危ない、開幕戦で迎えた強豪シリル・アビリー。シリルが一発持ってますからね。ファイナリストにまで上り詰めた去年の武蔵、その勢いそのままに今年の開幕戦、このシリル・アビリーをも飲み込んでいくか。左のミドル、これは相打ちになった。スリップダウンではありません。とにかくもう何でもいいから倒してやろうという結果モードですね。アビリーは作戦もそういうものあまりありませんからね。ナチュラルにアドリブで戦ってくるような印象があると思っていたのは武蔵。
さあこの大歓声の中アビディもね人気ありますよね。アビディコールも右のアッパーを出していった。アビディの右の拳がアッパー空を切っていきます。ただこれ武蔵もこの汗仕留めたいんですね。これはね仕留めたいでしょうね、倒せますよ。武蔵も狙っています。できるだけいい形でこの開幕戦を飾りたい。武蔵の方アビリーも最後の最後の最後まで攻撃力を弱めてくることもありません。残り10秒先制のスイングフックが鳴ってきた。終了アビリー打ち合いになるが危ないぞ。神の体勢になった。もう時間がない。ラストラウンド武蔵とアビリー2000年グランプリ開幕戦今ファイナル第3ラウンド終了のゴングがかき鳴らされました。しかし谷川戦両者とも手を緩めませんでした、はい、特に武蔵はね。武蔵でもアビディもね、あの普通なんか痛い攻撃があったら結構諦めちゃうところもあるんですよね、はい、去年のレミーボヤスキー戦がそうでしたね。あの根が喧嘩屋なんで、はい、これは勝てないなと思ったら諦めるところもあるんです。それがなかった最後まで倒そうと、このミドル効きましたね。これ効きましたね。で、今日の武蔵はこれだけで終わらないんですよ ね、 惜しかったですね。ポイントを取ったその後にこう攻撃を重ねていく、この辺りが何かのりこさん武蔵がすごくなったなという ね、 部分ですね。いや本当その通りですね、これまであの勝ちに対する執念というか、こんなあの前前ね、集中力が最後まで途切れなかった武蔵選手って見てるとすごい嬉しいですね、何かこの試合でまた一つ強くなったようなそんな印象がある武蔵ですが、さあ間もなく判定です。アビリーかそれとも武蔵か。ジャッジに挑むか30対28赤武蔵一人目満武蔵。ジャッジ黒住30対28赤武蔵2人目も2回目の武蔵貫禄さを感じさせるか。昨年のファイナリスト日本武蔵 K-1 ワールドグランプリ2004開幕戦シリル・アビリーを倒しました。なんか優勝してほしいですね今年。何かこの武蔵の強さというのは、強いちょっと目を見張るものがありますよね、なんかものすごい期待感ありますね東京ドームで、長谷川京子さん、はい、何か去年以上にさらに強くなった印象がありませんか。そうですね、あの3ラウンド全てとてもアグレッシブに戦っていて、あの戦っていることをとても楽しんでいるように見えたのがすごく嬉しかったです。確かにそんなところもあるのかもしれませんね。ただ去年のグランプリはバンナやホーストがいませんでした。そのバンナやホーストが不在だったからラッキーだったんじゃないか、そんな言われ方をするのが一番嫌なんだと武蔵は話していました。故にオールスターキャストが揃った今年頂点を取ることに意味があるんです。武蔵はそう話していました。すでに2004年ここまでステファン・ガムリン、アケボノ、レイマーさん、この3人と戦って3勝して負けなしの武蔵、ここまではワンマッチを釣られてきた参戦ですが、そのワンマッチもファイナリストの重圧というのはすごかったそうです。負けられない、もう負けられない、そんな思いが武蔵を最後まで勝利に駆り立てたのかもしれません。2004年グランプリ開幕戦、あのシリル・アビリーをも乗り込んで武蔵東京ドームに向かいます。日本武道館で行われているグランプリ開幕戦、さあいよいよこの後は無冠の帝王完全復活ジェロブレバンナの登場です。奴が戻ってきた。この男にしかできない KO を見せつけるため、無冠の帝王完全復活ジェロム・レバンナ、その KO 率なんと 86%、 誰よりも激しく誰よりも荒々しく黄金の左腕から放たれるバンナの KO、 そのどれもこの男にしかできない KO。しかしその圧倒的な破壊力をもってしても、なぜかバンナは未だにグランプリ制覇を成し遂げていない。 K-1 の女神はバンナを愛してくれない。2002年グランプリ決勝戦、グランプリ王座に指がかかった瞬間、バンナを悪夢が襲った。その瞬間グランプリ制覇の野望は打ち砕かれ、その後には地獄が待ち受けていた。まあ、たまらん comme si un animal blessé
T'es un animal blessé, déjà tu fais pas ce que t'aimes. Bon. Host no keri niyori, ogun no hidari ude wo funsai kotsutsu. Sore wa magiru mo naku fighter jinsei no kiki de atta. Shikashi Panna wa 2 年にわたる厳しいリハビリに耐え、このリングに帰ってきた。全て悲願のグランプリ制覇のため。Je vais faire que ça, puis je sais faire que ça, j'aime bien, je prends le plaisir encore. Moi, je prends le plaisir. Hein. Cyborg, Fighting Cyborg. Avec de la tactique, tu vois, une meilleure approche physique, je pense avoir plus de conditions physiques pour faire les plusieurs combats dans la soirée, tu sais. White Bottom, François Botta. かつてあのマイク・タイソンを追い詰めた経験を持つ IBF ボクシング世界ヘビー級王者。時速200キロを超えるというその高速の拳は恐るべき切れ味。世界を制したその拳が今夜ファンナを恐怖の底に陥れるのか。悲願のグランプリ制覇へ向かうバンナ、今年はどうしても負けられないもう一つの理由がある。いつもバンナの勝利を一番喜んでくれた母ミシェルさんがこの8月他界した。C'est une promesse j'ai fait avant que ma mère parte. J'ai fait un coucou à ma mère. Je sais que là-haut ça va, elle va entendre parler. Voilà. Never give up. Cyborg. Fighting Cyborg. Oh, on va se taper dessus, on va se défoncer. Yukan no Teo, Jerome Banna, ima, kanzen fukatsu no toki. Jerome Banna versus François Botta. フランソワ・ザ・ホワイト・バッファロー・ボタ。赤コーナー190センチ 120.5 キログラム K-1 ワールドグランプリ2002準優勝ジェロムレーバイン。今よみがえる黄金の左ジェロムレバンナ。のりかさんも放送席で拍手を送っていますが、はい、のりかさん、やっぱりこれは帰ってきたバンナですか。そうですね、またボタ選手とやるときにですね、どうな今回もまたどうなるかわからないので、間違いなく試合終了のゴングを聞くことはないでしょうね。そうですね、ボクサーとやると燃えますしね。もしかすると1ラウンド終了のゴングも聞くことはないかもしれません。さあ黄金の左か世界の拳か、大腕対決。今日本武道館にゴングが鳴り渡りました。本当にね、ジェルマが帰ってきたって感じですよね。帰ってきましたね。もうすでに、ソウルの関東大会で火を果たしていますが、やはりこの日本でバンナは外したんだということをアピールしたいと言ってましたね。そうですね。だけど対戦相手のボタっていうのはですね、もう一戦一戦良くなってますし、はい、パンチの打ち合いしたら絶対うまいですからね。ほぼ1年が経ちました、この K-1 入りしてからのボタ、やはりその差は詰まってきているという感覚、谷川さんも感じていらっしゃいますか。いつもいい試合やって、1回のダウンで負けちゃうんですね。そして判定負けというパターンなんですよね。だから攻めてて構成点はボタにあるんですよ、はい、だからこの選手は負けてても内容はどんどん良くなってるんで。これはいずれにしても一茂さん、はい、打ち合いになることは間違いないですよね。そうですね。しかしパッとリングにやられた時に2人ともやっぱり根本的なポテンシャルが違いますね。なんかね、何かね、持ってるエネルギーが全然違う気がします。それがオーラになって出てましたね。京子ちゃんはこのバンナに対する期待感というのはどうですか。私が初めてこのバンナ選手を見た時のそのオーラというか独特 その他の選手と違った雰囲気というのがなんか今日このリングでもまた同じようなものが見れてね、すごくドキドキしてます。なるほどね。
苦しい思いをしてきた分だけまたバンナの光り輝き方が増しているのかもしれません。今バンナ選手をですね、はい、追い詰めた蹴りからいってるじゃないですか、この冷静さが大切ですね。そうですね、今はコンビネーションミドルから左、まだただ渾身の左ストレートは放っていません。バンナ選手の魅力なんですが、打ち合い出すとわけわからずですね、もう向きになってもう殴り合いますから、それがね、なるとボタ選手の勝機が出てくると思うんですよ。ただやはり今回の試合は勝ちたいんですね、どうしてもね。勝ちたいでしょう。8月に亡くなったお母さんと約束を交わしました。まだお母さんが生きていらっしゃるときに今度の試合は必ず勝つ、そう言ってお母さんを見送った。さあ右フック、右フック効いたか、ボタが揺らいだ、世界の拳が揺らいでいる、無理しないですよね。そして膝、普段でしたらそこから一気にパンチでいくんですがね、バンナ、いや、いいと思います、いいと思います。また左、さあまた追い詰めたバンナ、そして左、さあバンナ優勢、ボタ苦しくなった膝が、しかしボタはまだ表情を変えていない、まだ大したことないぜという表情を見せています。フランソワボタ、マウスピースが飛んでいる、大歓声が巻き起こっている日本武道館、バンナが帰ってきました。間違いなくジェロムネバンナが帰ってきた、帰ってきましたね。よみがえるバトルサイボーグ、ジェロムネバンナ優勢で第1ラウンド終了です。2002年にアーネスト・ホーストのキックで左腕を粉砕骨折しました。長きリハビリの道、完全復活へ向けてのこの試合、いやー一茂さん、はい、バンナらしさが出てますが随所にね。そうですね、本当に、気持ちだけではなくてね、テクニックも非常に自分をこうちょっと客観的に置いて、冷静に戦ってる感じしますよね。そういうところがありますね、もうちょっとね感情的なバンナももちろんいるんですけども、今日はちょっと自分を一歩引いたところにおいて非常に冷静に戦ってるバンナだと思います。そういうことなんですね、一時は引退の文字も頭をよぎったことがあったというジェロムネ・バンナ、それでもやはり戦いたいという気持ちが強かった、その思いがまたバンナをリングに駆り立てました。さあボタも来る、世界の拳ももう負けるわけにはいかない、右気をつけた方がいいですよね、はい、ボタの右を、そうですね、ボタの右とそしてバンナの左、この対決になるかもしれません、ね、だからバンナは左のパンチャーで左のキックにしてほしいですね、この方がパンチもらわなくて済むと思いますから、はい、左のジャブを見せるボタですが、ああ、ボタの右ですね、あのボタの右です、あれにはバンナは気をつけなくてはいけません、キレは十分ありますからね、ボタは。実は試合前ですね、バンナ選手ものすごい緊張してたんですね。あ、そうですか。バンナ見たことないほど緊張したんで、もしかしたらね、やっぱり自信がないのか、はい、体調が悪いかと思ったんですけど、今日はよく本当に手が出ますよね、そうですね、三宅さんね、ラウンドインターバル中のバンナですけどもね、ものすごく教えてます、ジェロムネ・バンナついにダウンを喫しました、向きならない、どうか冷静さを取り戻せるか、負けられないバンナ、譲れないボタ、右アッパー、ボタのパンチがついに捉えた、そして膝、右フック、これは見ている、さあバンナのダメージはどうか、右を見せます、これは今のはダメージあるでしょうね、右ヨット、今ですね、パンチ食らってダメージあった後にダウンしたじゃないですか、だから、ね、2ポイントダウンじゃなくて1ポイントダウンだと思うんですよ ね、 なるほどね、だからまだまだ、ね、差はないと思いますよ、そんなに挽回するチャンスはまだある、はい、いやもうバンナのパンチは一発で決まりますが、もちろん逆転のチャンスは十分にありますが、問題は
このダメージ。そうですね、動きにならないようにした方がいいですね。さん動きはどうですか、バンナ。いやちょっと冷静さ取り戻したいと思いますよ。ただやっぱりダウン取られたんで、そこに取り返そうっていうやっぱ意識が入られちゃう、ね、焦りがあるでしょうね。いや焦らないでゆっくりやってけど、また勝機あると思いますよ。さあバンナ非常に苦しい試合になった。完全復活をかけての泣き腹に傾けるこの試合。さあしかしあの右のパンチャーが右、右だけ気をつけて、この右でタイソンと渡り合いました。右のフック、また右のフック、左、今度はバンナ逆襲、右を返す、ボタが右を返す。ちょっとバンナの表情が気になります。なんとゼロムネバンナ、このラウンドまさかのダウンを喫してしまいました。さあ残るラウンドはあと一つ。ダウンを奪ったフランソワ・ボタ、ダウンを奪われたジェノブレ・バンナ、後がない。さあバトルサイボーグの逆襲はあるのか。いよいよファイナルラウンド、このままいけば、あるいはフランソワ・ボタか。バンナにとっては何としてもこのボタからダウンを奪いたい。黄金の左は果たしてどこで出る。まずは左のミドル、また右が飛んでくるフランソワ・ボタ。僕このラウンド取ったら、勝てると思うんですけどね、はい、バンナはしかしもうこれはパンチ割ってノックアウトするしか考えてないでしょうね。ちょっと蹴りをたくさん使っててほしいですけどね、はい、宮城さん、もうちょっとボタを終わらせないと、はい、逆にボタサイドはですね、もうこれで勝てなかったらどうするんだと、はい、聞いてます。なるほどね。ただバンナの今のパンチも届いてきました。まだチャンスはある。とにかくこの2人のパンチは一発で相手を倒すだけの力があります。まだ何が起こるか全くわからない。いつも何が起こるかわからない試合しますよ、ね、残り一つの席をかけたこの戦い。東京ドームへのチケットはあとたった1枚。サットです。あっと右のハイはわずかに届かない。左いろんなハイですね、さあバンナが距離を詰める、自分の距離に詰めていく。もうちょっとね、そうですね、こういうこういう蹴りを出しながら、はい、もうちょっと寄らせた方がいいと思いますよね。ボディを打っていきます。さあしかし残り時間があと1分30だ。あと1分30秒です。ゼロムネバンナ、ダウンを喫したバンナの逆襲はないのか。前に出る、またハイキック、いいハイキックでしょ。そしてノー、右を返す、ボタが右を返していく。そしてアッパー、ボディアッパーです。ゼロムネバンナに時間が徐々になくなっていく。残りがあと1分。左、さあこの左は捉えた。しかしボタンをこのチャンスは逃さない。なんとしてもこのまま逃げ切る体勢か。フランスはボタン枠にした。この首相撲からの蹴りは一発だけ。左簡単になった。ちょっと下がってるの気になりますね。残り時間がなくなっていく。気をつけて、残りが30秒、残りが30しかない。ゼロムネバンナ、うわいい蹴りですよ。さあ、いい蹴りですね。どこまでバンナポイント的に挽回しているか、それともまだこの後何かが起こるのか。また右を持ってくるボタン、ゼロムネバンナの左。しかしこれは相手をかすめただけ。残り時間がなくなる。最後のチケットをかけた最後の戦いはもう10秒を切っている。ダウンをもらったゼロムネバンナ、果たしてこの試合の結末はどうなんだ。判定に入ります。すごい。第2ラウンドは間違いなくフランソワ・ボタがダウンで取っています。ただ僕は第1ラウンドが、はい、バンナ取ってた。第1ラウンドは優勢でしたね、第1ラウンド取ってても第3ラウンドは微妙ですよ ね。 そうですね。だからドローかあるいは延長戦ということも考えられる。延長戦も考えられると思うんですよね。一茂さんはどうですか。まあ、全体的にはやっぱりバンナ選手がおっしゃったと思いますけども、ね、ダウンをですね、がどれぐらいのポイントを開きになるのかなっていうのはちょっとわからないので、まあもう一回見たいですけど、ね、ダウンをすれば2ポイント差になるんですが、ただ、その後にまたバンナが挽回していましたの で、 そ、 で、ね、その分が加味されているんではないかというのが、はい、あとは谷川さんの解説です。そうですね、あとフラッシュダウンというのはワンポイントなんですよね、
転んだ形だったじゃないですか、はい、あのダウンといってもですね、殴られた時聞いてたんですけど、あの時踏ん張りましたから、その辺はちょっと微妙だと思うんですよね。注目の判定、バンナが果たして消えてしまうのか、フランスはボタンやったのか。さあ微妙でしょうね。ジャッジ溝岡雅人29対29、ドロー。最初はドロー。ジャッジ黒住達也29対28、青フランスはボタン。ボタが取った。あと1ポイントボタが取れば大谷の勝利だ。28対28、ドロー。延長戦に入ります。私もドローだと思いますね。これは3ラウンド戦って1対0、規定には達しません。これは分かんなくなりましたよ。だけどこうなれば分かりません ね。いやー京子ちゃん、これバンナは地獄から生還した感じですよね。そうですね、本当にダウンを取られたので、今日出したなって思ったんですけれども、よくバンナが最後盛り返していました。2人がドロー。これから延長戦に入ります。フランスはボタンにとっては最大のチャンス。あっと、どうした、やめましたね。バンナに何かあったのか。何でしょうね、やめましたね。まだ発表はありませんが、あー、フランスはボタンはすでに担がれて勝利の雄たけびを上げていますが、一体バンナに何が起こったのか。今詳細を調べたスタッフから、本部席の方に伝えられているようですが、左腕ですかね。あ、今ゴングが鳴りました。今ゴングが鳴った。ジェロムレ・バンナ、試合続行不可能。ここで試合を、いや、東京ドームを諦めました。ジェロムレ・バンナ、フランソワ・ボタが東京ドーム進出を決めました。この試合3ラウンド終了時、コーナーよりファウルが、三宅さんね、はい、あのちょっと通訳がないんでジェスチャーからしか読み取れなかったんですけども、ジェロムレ・バンナ本人が盛んにセコンドの人間に対して大きな声で首を振ってたんですよ。なのでこれはジェスチャーからの推測なんですけれども、ひょっとしたら本人がもう無理だと、本人がダメだという話をしたんですね。セコンドの判断というよりも本人の判断という見方がジェスチャーからはできましたね。ああ、そうですか。ちょっともう一回取材を続けて詳しいことが分かったら伝えてください。はい、分かりました。さあ、ジェロムレ・バンナに、あるいは黄金の左にまたも異変が起こったのか。いやでも谷川さん、これは残念な形になりましたね。残念ですね。僕はね、まだまだ全体的に試合をコントロールしたのはジェロムだったんで、延長1回は僕逆転できる可能性あると思ったんですけどね。はい、これは一茂さん、延長戦になっていればというね。そうですね、谷川さんと同じ意見で、私も延長戦になっていればバンナ選手の方が圧倒的有利だなと思ってました。はい、はい、やってれば勝てた可能性かなりあったと思います。だから、手がダメになったのか、まあ、他に本当にダメージがあるのかわからないんですけども、三宅さん、やっぱり左腕ですね。左ですか。左のね、古傷、左腕が痛いと本人主張してますね。あ、今もですね、依然としてチタンのプレートが埋まっている左腕、またもこの左腕が、あるいは破壊されたのか。ジェロムレ・バンナ、東京ドームを前に試合を諦めました。フランソワ・ボタが東京ドーム進出を決めています。